火花は、お笑いタレントの又吉直樹が書いた初の中編小説。書質は、文学界2015年2月号。掲載時より、現役人気お笑いタレントの手掛けた、純文学小説として、話題を呼び、文芸誌である同士が増刷されるヒットとなったほか、第28回、三島幸男賞候補作、第153回、芥川龍之介賞受賞作、 2016年にネットフリックスと吉本工業によってネット配信ドラマとして映像化され、翌2017年には NHK 総合にて前年にネットフリックスにてネット配信されたものの再編集版が放送開始。2017年2月14日、板尾一次監督により映画化されることが発表された。同年11月に公開。2018年、 水木ア沙サの主演で舞台化。文芸春秋発行の別冊文芸春秋編集者であった浅井真理子が2011年にプライベートで文学フリマを訪れていた又吉と出会ったことで小説を依頼するようになり短編小説を2作発表。浅井が2013年に文学界編集部へ移動したのに伴い新作の執筆を依頼し2015年2月号に掲載された。 発売前からタレントが純文学作品で主要文芸史デビューと話題になっていたが発売初日の1月7日にインターネット各書店ではのきなみ品切れ状態となり8日に7000部9日にはさらに2万3000部の再増刷が決定し累計は4万部に達した文学界の増刷は1933年の創刊以来資料に残る範囲で初めてである 又吉自身は文芸史での連載作品がここまでの注目を集めるとは思っておらず作品の反響に戸惑ったという2015年3月11日に同社から単行本として発刊された総画は西川美穂で彼女の2011年の絵画作品いますかが又吉自身の即決により採用された想定は大久保秋子 2015年8月時点で単行本の累計発行部数は239万部を突破した。村上流の限りなく透明に近いブルーを抜き、芥川賞受賞作品として歴代第1位、文芸春秋刊行物として歴代第2位の単行本部数となった。また、電子書籍版は10万ダウンロードを突破し、文芸春秋刊行物として歴代第1位となった。 2017年2月時点では、累計発行部数は、単行本が253万部、文庫本が30万部。芥川賞受賞作2作品を全文掲載し、受賞者インタビューや、選考委員の選票も掲載される、文芸春秋9月特別号は110万3000部と、異例の発行部数となった。同志の歴代、第2位の記録となる。 2015年8月21日に、芥川賞贈呈式が開催され、又吉は挨拶で、執筆活動と芸人の両立について、どっちが上ではなく、両方必要と述べた。又吉は、出身校の関大北洋高校のサッカー部に、芥川賞の賞金100万円で制作したユニフォームを寄贈した。2016年6月3日、台湾の出版社の3歳文化社より、 台湾での翻訳版の発売を開始。2017年5月、中国の人民文学出版社より、中国での翻訳版を発行。翻訳者は、神戸国際大学の下端聖教授。同年6月に、上海で行われた記念イベントに、またよし本人が出席。売れない芸人、徳永は、熱海の花火大会で、先輩芸人、神谷と電撃的な出会いを果たす。 徳永は神谷の弟子になることを志願すると、俺の伝記を書くという条件で受け入れられた。奇想の天才でありながら、人間味にあふれる神谷に徳永は惹かれていき、神谷もまた徳永に心を開き、神谷は徳永に笑いの哲学を伝授しようとする。本作には、主人公の徳永と神谷が鍋をめぐって会話するシーンがあるが、その内容が夢地とし、 キアジ小石の漫才、ジンギスカン料理に酷似していると指摘されている。友人からこの話を聞いた編集者の元木雅彦は、小石らが編纂した書籍に収録された、ジンギスカン料理を確認しネタ元であると判断し、この件を記事としてインターネット上で公表したため、広く知られるようになった。なお、元木は、火花の中で大師匠の不法が報じられるシーンがある。 ことに着目し、これは2011年に亡くなった、木屋寺小石のことを指しており、オマージュであった可能性もあると指摘している。しかし、仮にオマージュであったとしても、刊末などで、いとし、小石の漫才を元ネタにしたと明かすべきだと、元木は主張し、出典を明記すべきと指摘している。雑誌、西蔵は、火花の発行元である、文芸春秋に対して質問状を送付し、 またよしが伊藤氏、小石のネタを知っていたのか、知っていたなら、当該ネタを使用した意図は何か、本件について、文芸春秋として、どう考えているかを正している。これに対し、文芸春秋の法務、広報部は、この記述は、この場面の直前に、大師匠の訃報とありますように、先輩芸人である伊藤小石師匠に敬意を表して、書かれたものですと回答しており、伊藤氏、 小石を念頭に置いた記述だったことを認めている。なお、ドラマ版では大師匠が、夢人いとし本人の不法に変更されており、劇中内のニュースでは、実際の漫才映像が使用されたほか、出演者クレジットにも、意図し、小石両名の表記が見られる。有料動画配信のネットフリックスにて、2016年春から、全10話一挙配信された。また、 NHK 総合にて2017年2月26日から4月30日まで約45分に再編集して放送された。2015年8月27日、有料動画配信のネットフリックスと吉本興業によって映像化されることが明らかになる。同年11月上旬にクランクイン。全10話のドラマとなる。吉本興業が制作しているため、 主人公の相方を筆頭に、吉本所属タレントが起用されており、今田耕二やレーザーラモンが本人役で、その他若手芸人も多数出演している。また、ライブシーンの一部は吉本が保有する吉本ホールで撮影が行われている。NHK 版では、本編終了後、本編には不適切な描写、表現が見られますが、オリジナリティを尊重して、 原版のまま放送しましたというテロップが追加されている。2017年5月、放送と通信の融合時代にふさわしい高品質なコンテンツの制作とメディア展開が評価され、第54回ギャラクシー賞におけるテレビ、部門フロンティア賞を受賞。2017年11月23日公開。監督は、板尾一辻、脚本は、板尾一辻と、豊田俊明。 主演は、須田正樹と、桐谷健太のダブル主演。同年3月12日にクランクイン。火花、ゴースト・オブ・ザ・ノ・ベリストのタイトルで、水木有沙の主演により、舞台化、2018年3月30日から4月15日に、新宿、木の国屋ホールで、5月9日から12日に、大阪、松下 IMP ホールで上演。原作者のまたよしも、 本人役で出演する。またよしが火花を描いた意義に迫る物語も原作ストーリーと並行して展開される。火花に関するカテゴリ火花に関するカテゴリ火花に関するカテゴリありがとうございます。